今日も筋トレを始めてとっても偉い。これからお尻にしっかり負荷をかけてダイレクトに鍛えるブルガリアンスクワットを行います。安定した椅子を用意してください。膝かそれより低い座面の椅子がおすすめです。ずれるのが気になる方は後ろの壁にくっつけるように置くと安定します。左足の甲を乗せ、右足は遠く前方に移動します。両手は腰に当てます。少し前のめりになりながらゆっくりと腰を落とし、吐きながら起き上がっていきます。胸は軽く張り、かかとに重心を乗せます。膝がぶれないよう注意しながら丁寧に繰り返しましょう。足幅が狭いと前ももに力が入ってしまいます。お尻に効かない方は足を少し遠くに置き直してみてください。お尻メインのブルガリアンスクワットではお尻を引いて軽くお辞儀をするように前のめりな姿勢を作ります。しっかりお尻に負荷をかけていきましょう。あと少しです。丁寧に。いいですね。休憩です。足を入れ替えましょう。右足の甲を座面に乗せ、左足は遠くへつき正面を向きます。お尻を後ろへ引きながらゆっくりと繰り返します。立ち上がるときに息を吐いて、その調子です。残り20秒です。焦らずに丁寧に繰り返します。上半身だけの動きにならないように腰を落とします。頑張っていますね。足を入れ替えます。残り2セットです。最後まで一緒に頑張りましょう。ここまで一緒にできた方、高評価をお願いします。のがチャンネルでは主に筋トレの動画を更新しています。まだの方はチャンネル登録と通知もオンにしてくれたら嬉しいです。立ち上がるときに息を吐きます。軽く胸を張ってお尻を後ろに引きます。お尻を鍛えるとお尻の位置が上がり、スタイル全体がよく見えます。美脚にも効果があります。きついですがその分効果は大きいです。頑張りましょう。諦めないで。足を入れ替えます。汗をかいてきましたね。カロリーも消費していますよ。この調子です。焦らず丁寧に。未来の自分のために積み上げていきましょう。残り10秒です。ラスト1セットです。よくここまで頑張りました。あともう一踏ん張りです。オンラインジムキウイで一緒にライブ配信でトレーニングをしましょう。月額1200円以外のお金はかかりません。運動が習慣化した方、ダイエットの成功者も続出しています。詳細は概要欄から。疲れてくると姿勢が崩れてきます。胸は軽く張ってかかと重心、前のめりになりながらお尻を引きます。姿勢を意識していきましょう。
踏ん張りどころです。残り10秒です。足を入れ替えます。次で最後です。努力の汗が輝いています。大丈夫、やりきれます。呼吸を忘れず、立ち上がるときに息を吐きます。最後まで諦めず、振り絞りましょう。残り10秒です。よくやったね。素晴らしいです。水分補給を忘れずに。前ももも多少は使うので、張りが気になる方はよく伸ばしておきましょう。まだまだ頑張れるという方は、次はこちらの動画がおすすめです。ペースは2日に1回ほどがおすすめです。また明後日こちらの動画でお会いしましょう。今日も最後までお疲れ様でした。